ちは。こんにちは、豊さん。寝不足です。寝てませんか。延長になるとは思ってませんでした。そうです、日本対クロアチアなあ、初のベスト8進出をかけた戦い。そうだなあ。そうです、 PK 戦で負けたね。1対3で惜しくも敗れました。勝つかと思ったんですけど、まあ、本当に申し訳ない、はい、本当に素人でね、あ、はい、まあ、偉そうなこと言うわけじゃないけども、はい、ちょっとやっぱこうちょっと振り返ってみたいと思うんだけども、はい、前半、はい、すごく前線のプレッシャー、はい、相手に対しての、うん、それが効いてたんだよね、はい、で効いてて、なおかつコーナーキック、はい、ね、コーナーキックをよく取ってた、うん、でコーナーキックの時に、はい、日本は、はい、まあ、例えばこうやって配置をしてて中にもこういっぱいたくさんいて、うん、まあ、相手もたくさんいて、はい、こうね、背の高い、そうですね、なんか密林みたいになってたけども本当に、まあ、こういう、もうこういう感じでコーナーキック、はい、ここをね、はい、蹴るときにショートコーナー使うんだよね、よくね。ショートコーナー、ショートコーナーっていうのは、はい、これを直接こっちにボールを上げたところでやっぱ密林になってるし、背の高い選手がいるから、はい、だから蹴ってもクリアされる、うん、ね、だから、まあ、ショートコーナーでこういう風なボールを回しながらこう角度を変えていってたんだよね、はい、でまた戻したりとかさ、うん、して中がこうラインを上げるっていう戦法に出てくると、うん、やっぱ多少スペースがばらつきが出てくるんだよ、はい、まあ、そこで前田が折り返しを突っ込んでゴールをした先制点、はい、やったじゃないかと。いや、そうですよ、やったじゃないかと思ったんだけど、はい、まあ、同点か、うん、1対0ぐらいで負けてて折り返すのかなと思ってたわけ。あ、そのプランが日本には強くあったと思うんだよ、はい、これなぜかというとドイツとスペインに勝った時みたいに、はい、よし後半総攻撃だと、うん、三笘入れる、はい、ね、浅野入れる、はい、ね、いろんなことをしながら、うん、多分総攻撃をかける予定だったんだよ。 そしたら気持ちは一つになった、もう点を取るしかない、1点勝ってると。そうです、守ればいいのか攻めればいいのか、はい、あ、だから後半の入り、はい、選手交代あるかなと思ったんだよ、はい、なかった、うん、はい、いや勝ってる時っていうのはやっぱバランスがいいから勝ってるわけで、うん、やっぱ選手交代っていうのは行わないのが通常なんだよ、はい、だけど日本がブルーね、はい、ドイツ戦、はい、勝った時は総攻撃、はい、ね、スペイン戦、うん、逆転した時はもう5枚4枚で、はい、4枚ぐらいでこう守るわけよ。もうそうでしたね、はい、相手の攻撃を守るわけよ、こうやってね、うん、ここのスペースを埋めるために前を4枚にし、うん、5枚を並べて、はい、俺は1対0の時点でもうそういう攻撃、そういう守り方をすると思ってたんだよ。ああ、後半は、後半はね、はい、だからあれ攻撃してるぞと、うん、大丈夫かスペースはって。でクロアチアの方は、はい、攻めとすれば、うん、日本エリアに入った時のここのスペースと、はい、うんうんうん、こっからのアーリークロス、アーリークロス、これしか攻め手がないわけ、はい、だからピンポイントでこっちは前半戦ものすごくやられてたんだけど、はい、後半はなんか潰せるようになってたよね、うん、だからもうここしかなかったわけよ、攻撃のパターンが。クロアチアはこっからクロスを上げるしかなかった。そしたらこれはピンポイントで合わせるしかないんだよね、うん、そのピンポイント1本がゴールになっちゃったの。ああ、な、後半ですね、うん、はい、だから守ればいいと思ってたのが中途半端になってプランが崩れてんだよね、ちょっと。あれ実際その前半後半の間の時に監督からどういった指示が言ってたと想像しますか。いや多分、うん、クロアチアにはもう1点取れるというふうに踏んだんだと思う。確かに取れそうな場面っていうのは多く演出してたし、はい、取れると思ってたんだけども、やっぱ気持ちが中途半端なだけに、はい、中途半端なシュートであったりだとか、なんか中途半端な部分が目立ったよね。うん、うん、でモドリッチ、はい、ね、モドリッチが非常に一人浮いてるっていうところがあったんだよね、はい、だからね、この爪が甘いんだよ。あ、こういう爪がプレッシャーが、はい、だからこう自由に上げられるとやっぱ精度のいいクロスが入ってきて、まあ決められるというような形、うん、それはそのモドリッチついてなかったってことですか、選手。いや、なんかねちょっとルーズになった。誰が
こう受け渡しってあるんだけど、はい、モドリッチが動いたら、うん、ここについてた人をこっちに動いたらこの人がこう受け渡しっていうのがあるんだけど、はい、あのマークのそれがねちょっとずれてんだよね。おだから攻撃をよく食らうんだよ。でもモドリッチ時代はそんなにあまり良くはなかったんだけども、うん、でもやっぱり意識するところだからさ、はい、もうちょっと寄せないとさ、例えばこの幅とこの幅とこの幅とでは違うでしょ。あ、違いますね。違うでしょ、うん、だからねちょっと離れ出したんだよね後半から。あ、選手相手選手に、ね、つくのが、だからピンチを多く作られるというね、まあ、そういうことになってきたんだけども、はい、中盤、うん、真ん中の部分、はい、これはねそんなに悪くはなかったんだよ、うん、だから向こうはポーンと蹴って単純な攻撃しかできなかったんだけども、はい、だからプランがやっぱり1対0で折り返したっていうのが予想外だったな。逆だったらそのプラン通り言ってたもん、ね、だからみんなね考えたと思うんだよ、テレビ見てる人たちも、はい、あれこれ勝って折り返したけど後半どうするんだみたいな、うん、攻めるのか攻撃するのか、はい、それとも守りを徹底するのか、うん、一番選んだのがなんとなく中途半端な前半の流れしかなかったんだよ、うん、はい、で相手も三笘を研究してるな、うん、はい、うん、三笘には一回縦には生かしても中をえぐられるなっていう指示が出てたな。あ、だからそこら辺は縦に生かしても、はい、こういうえぐり方を触れるなよっていうこの守り方がやっぱうまかった。だから向こうも日本の選手を徹底的に分析してきてるんですね。やってたね。ただその前田の前のプレッシャーだとか、はい、あのかけ方、はい、まあ、日本の前線のプレッシャーのかけ方、うん、こういうのは見事だったんだけど、うん、やっぱ延長になってやっぱスタミナ切れだな。それ豊さんやっぱ感じてましたか、スタミナが切れてきたなっていうの。いや、それも感じた。あ、これはやっぱこうドイツスペイン、はい、ここは疲弊してるよねだいぶ。いや、そうですよね。だからクロアチアもそうなんだけどもさ、はい、しんどくて、うん、もうモドリッチなんかも交代しちゃったりとかもしてた。さあ PK だと、はい、ね、まあ、PK になったかと、うん、で PK になって、はい、日本のエリアを吉田麻也が選んだんだよね、はいはい、確かに相手はプレ、うん、相手にプレッシャーをかける、サポーターに応援してもらう、逆にプレッシャーになったんじゃないかなと思ってさ。そう、日本選手のプレッシャーっていうことですよね。だから蹴るときに日本のサポーターがもうみんな見えてるんだもん。そうですよね。そうだ、なんとなく嫌だよね。なんかプレッシャーは感じますよね。プレッシャー感じるよね、はい、だから逆にそのクロアチアよりも日本選手の方がかかったんじゃないかなって。確かに選んだのは心情的には分かるよ、はい、でもこういう大舞台でこれが正解だったのかっていうのが分かんないよね。これはもう俺は PK もちろん蹴ったことないし、はい、だから本当にね本当に申し訳ないんだけど、はい、俺はなんか勝負師としてそう感じたんだよ、うん、ね、余計にプレッシャーかからないかなって。あ、で先行だったんだよ。そうですね、はい、先行でした。先行で決めれればいいなと思ってたんだよ。リードしていければ後々蹴る人たちがプレッシャーになるから、はい、だから一番手が大切だなと思ったらミノメノが出てきたんだよ、はい、手挙げて。そうですよね。だからその決め方も俺だったら、はい、俺が監督だったら一番手お前二番手お前って、うん、ちゃんと責任の所在を明確にし、はい、この責任は俺が取るからっていうようなことで渡したと思うんだけど、はい、蹴りたい人みたいな。そうです。それは、はい、みたいな。普通なんですかサッカーだと。いや、まあそういうところもある。でもああいう大舞台ではあんまりないとは思うけどね、はい、で南野が蹴った。あら、中途半端みたいな、うん、切れてるみたいな感じがあったんだけどさ、はい、止められた。で三笘、はい、今大会ブレイクしてる、うん、ね、まあ、ブレイクって本来の力なんだけど、はい、これ反対に蹴るなと思ったんだよ、うん、俺もど素人だながらに、はい、そしたら反対に飛んで、はい、止められた。これもコースが中途半端。でもね、あの PK って、まあ、小さい子供の頃、はい、子供息子がよく蹴ってたよ、うん、で見てきてるけどやっぱ相当なプレッシャーだと思うよ。そうなんですね、うん、相当なプレッシャーだし、またあの舞台でしょ。おそらくサッカーやって人生の中であの PK 蹴った人たちは一番のプレッシャーを感じたと思うよ。まあそれで
まあ、負けるんだけど、はい、いや PK の練習はしてなかったのかって、うん、おそらくしてるよ。それしてますよね。してるけど、 その練習が何のためになるんだって。こういう経験をしないとさ、うん、こういう修羅場をくぐらないと、うん、だって相手はさ前回大会の準優勝チームだもん。でもドイツスペイン優勝国を破ってきてても、はい、こんなプレッシャーは初めて日本は感じたと思うよ、はいね、うん、これがいいステップになるよ、うん、そうですよね、うん、だから批判はもちろんあるだろうし、うんね、まあ、抽象は俺は良くないと思うんだけど、はい、誹謗はね、はい、うん、だけど日本のためによく頑張ってくれたし、はい、やっぱ強くなるためには段階が必要だと思うんだよね、うん、だからいい段階を踏めた今回の大会でですよね、うん、だから批判するつもりもないし、はい、もう本当に夢とか楽しみをもらったその感動だけを思うけど、はい、でも本当に日本のサッカーが強くなるとすれば、はい、批判とかは受けた方が、うん、多少受けた方が絶対強くなる、うんね、選手たち一人一人がそういう記事を読み、あ、こういうところではこうやっぱり勉強しなきゃダメだね、はい、それと一つの提案なんだけどさ、はい、J リーグで引き分けがあるんだよ、リーグ戦で。あ、そうなんですか、うん、引き分け勝ち点1、ああよく取りましたねみたいな、はい、そうじゃない、うん、これを踏まえたんだったら、うん、毎試合、うん、同点の場合は延長なくてもいいから、うん、PK で決するというやっぱワールドカップにつながるような練習をそこでしとく。俺はそう思うよ。だからもう日本のサッカーは引き分けはなし、勝ち点1はなし、うん、参加ゼロ、うん、まあ PK で勝った方は1でもいいや、負けた方は0でもいいけど、うん、やっぱね実戦でこういう目の当たりに見て、うん、やっぱ PK の大事さ、はい、このプレッシャーを打ち勝つ大事さ、うん、それを考えた時にやっぱ PK を J リーグの、はい、ゲームから取り入れとく、うん、日本独特の、はい、他の国のリーグは引き分けある。あ、引き分け、まあ、そんなことやってないよ。あ、ただ天皇杯とかカップ戦に関しては延長があったりだとか、はい、PK 戦で決する時はあるけど、はい、もうリーグ戦の時からやっておく。そう、あるもんだと思ってました。ないんだよ。なかったんですね。もうリーグ戦の時から、それでもう PK を、はい、蹴る人間ね、はい、はしっかり決めてやるという、うん、そうです。だあの経験者じゃない豊さんに聞くなんですけど、ね、PK の時に入れる心情と、例えばエリア、あそこのエリアでファールとか何かをして、うん、いわゆるその試合中ね、はい、試合中に、うん、ペナルティキック、ね、キックをするのとは全く違うんですか。やっぱ違うね。やっぱそれで勝負がもう決まるわけだから。試合中の PK っていうのはそれだけで試合決まらないから、はい、だってあのメッシだって止められてるわけだから。だからその流れてる試合の中での PK っていうのはそん、はい、まあプレッシャーはあるけども、はい、ただたかが1点に過ぎないという、うんうん、ただこれはもう勝負を決する PK だからさ、はい、そりゃしびれるよ。そうですよね。ああ緊張もするだろうし。だからもう例えば堂安だとか長友とか、はい、前田、はい、そういうのが選手交代行われないで残ってたら、あの3人に蹴らしたら思いっきり蹴ると思う。ネット突き破るぐらい行ったと思うよ。行ったれみたいな、はい、でもそうか、やっぱ途中交代で出てきたりだからさ、うん、してくるとやっぱ思いっきりはなかったのかなと思うよね。でも攻めたりはできないし、もちろんそうです、ね、まあ、これはいい経験になったと思ってね。そうですね。あ、でも日本のサッカー界、はい、やっぱ捨てたもんじゃないよ。いや、強いんだなって思いました。いや強いよ、ね、うん、それとやっぱり日本独特の献身性や耐久性、はい、まあ、そういうものがゲームにも国民性が現れたようなゲームもしてくれたし、うん、なんかすごく心強く、はい、なんかこう勇気をもらったよな。そうですね、本当にお疲れ様でしたね。そうですね、本当ね、うん、大会中って、はい、まあ、そうですね、込み上げるものありますよね、うん、いやめちゃくちゃ苦しかったと思うよ選手たち、監督、スタッフ、うん、でもよく耐え抜いたな。そうですよね。そのいわゆる例えばアテネも豊さん言ってるじゃないですか、コーチとして、まあ、野球ですけれども、やっぱり日本の日の丸を背負うプレッシャーとか、うん、いや悔しかったと思うよ、うん、で手が本当に届いてたと思うんですよ、ベスト8まで。
いやだからそこがね届いたと思っちゃいけないんだよ、うん、あやっぱそこがやっぱ準優勝してる国と、はいね、ベスト8に壁がある国と、うん、やっぱその差がね、うん、差をしっかりやっぱこう感じて、はい、やっぱ強くなってほしいなって。そうですね、うん、たかが PK だけど、ね、すごい重い PK だったな。あそうですね、うん、本当に寝不足ですもん、本当に寝不足だし、もう泣かれるし、もうサッカーで泣いたことって子供のサッカー以外ないからね。あ、それだったんですね。え、息子さんとはなんか電話で喋ったりとか LINE とかしました？なんかちょっとね、うん、コーナーキックのことでちょっと聞いたけど、ね、聞いたんですね。あ、そうだったんですね。いや息子がさ、はい、いや今まで応援ありがとうって、うん、言ってくれた時は、うんね、6年生の時に負けてね、車の中ですよね。そう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 、うん、まあ、その時以来かなサッカーで泣くのって、うん、ね、まあ、俺も悔しかったな、先週もそうだし、はい、でもみんなね本当によくやってくれたし、やっぱ力がそのぐらいなんだよまだね、はい、うん、それを本当にしっかり受け止めて、うん、ね、次へ進んでいってほしいなっていうふうに思うね。そうですね、はい、はい、ひとまず日本選手の皆さん、お疲れ様でした。あの、ね、はい、もう一つ言っとくのは、はい、三笘とかあれだけやってんのに、はい、ね、PK 外した途端に、うん、なんじゃそれみたいな、いや手のひら返しやめようよ。そうですねいや、まあ、そう運のところもあるからね、はい、ただまあ蹴りきれなかったって、今度は三笘蹴ったら思いっきり蹴るよ、はい、そうです ね糧にしてくれると思います、はいね、はい、お疲れ様でした。